国枝漢字は、日本の小説家、東京市麹町区出身。本名、国枝漢字。画号、創竹定畜水。戸籍上の誕生日は1893年1月1日。1892年12月28日、東京麹町生まれ。祖父は300国鳥の爆心。父は馬術に長じていたという。母方のおじが、 浮世絵収集や江戸下作者を好む通人であったところから少年時代からその影響を受ける。麹町小学校を経て小高中学校を卒業後、慶應義塾大学4か、東京外国語学校に席を置いたことになっているが、学生とは名ばかりで創作に熱心であった。在学中から長い家風に収縮し、家風の推薦で諸女作、クルワが雑誌、 三田文学に掲載された。その後も同志その他に作品を発表した。同時に三田文学の編集に携わった。慶応を中退し、時事新報記者を経て1920年、帝国劇場文芸部に入り、儀曲集、座劇集、異教徒の兄弟を表す。1923年から文筆に専念。1928年発表の、東州祭写楽をはじめ、 歌たまろ、おせん、お浮んじごきのしゃみといった、新聞小説を次々に発表し、江戸情緒豊かな館の実の世界を描く、時代風俗小説家として、広く、なお知られるに至った。また、多くの作品が映画化されている。戦前、平川町及び下二番町に居住。長女、木村小杖は、エッセイストとして、番町界隈の当時の時代風俗を、 著書、東京山の手昔語りに表している。1940年1月20日、藤沢市鍵沼に転居、後半生をこの地に過ごした。戦時中は、日本成功藤沢工場の行員慰安のため、歌舞伎を上演したり、終戦直後は、林家の林達夫らと湘南文庫、鍵沼自由大学を開催するなど、地元文化工場に貢献した。 戦後も1950年の東京一大女翌年の千姫など多くの家作を発表した。また、1954年母校工事町小学校が創立80周年を記念して制定した校歌赤月の空を作詞している。1956年8月2日、水臓岩で死去した。去年64、母書、玉霊園。長女の小杖は、 映画女優で、1948年4月1日俳優の木村勲夫と結婚し、同年11月から1954年10月まで、釘沼の実家で、新婚生活を送った。後に女優を引退し、随筆家となった。次女の、国枝康恵は、日本の六沢家。なお、和歌山県西室郡白浜町平草原には、国枝完熟妃、黒潮屋、 梅紅白の散るところが混流されている。ありがとうございます。